今日はカーディガン博と会うのに合言葉が必要ってどういうことだ。落ち着け、ポケットの中にある。気を引き締めろ。許可しない限り誰も通すな。カーディガンは完全にやりすぎだ。スコットランドヤードに連絡しよう。いいかね諸君、我々は不誠実な法への反対で一致団結しているはずだ。中に入りたいだけだ。手荒なことはしたくない。分かった分かった、乱暴するなよ。フレディ・アバーライン巡査部長です。その不名誉な行いはどこで起きているんです。ん、ああ、はいはい、ええ、こちらです。来てください巡査部長。ですが、できればご配慮を。議員仲間の恥を喋ったとは知られたくないものでしょう。ちゃんと配慮しますよ。普段なら変装するんだが、服がテムズに沈んでね。
to spend. Go on. To know what makes this book so bloody special. いい言葉は今何と言った。合言葉なしでは通せない。私を誰だと思ってる。下院議員だぞこのバカ。合言葉なしでは通せません。合言葉はバラクラバ。入れ。大臣、少しお待ちを。いまいましい書類作りは全く厄介ですな。それでは、これについて話しよう。なんだね、一体何が。ああ、静かに。クリミアの栄誉ある戦場ではなくアサシンによってやられるのか。この権力の場で気は済んだか。歓声に応えろ。貴様は成し遂げた。どんなロシアの砲兵隊もインドの虎も成し得なかったことを。報酬を受け取れ。そして喉に詰まらせろ。それよりバラクラバについて詳しく話せ。さらば、さらば愛するブリタニアよ。その夜明けはカーディガン伯爵と共に失われよ。軽騎兵連隊と女王陛下万歳。くだらねえ。大丈夫？暗殺部隊に追われてるってこと以外はね。援軍が来るわ。
なぜそんなに無茶をするの？戦うのが仕事じゃないのに。仲間がいたんだ。ボスの息子だった。大して好きでもなかった。みんなは違った。彼をすごく特別に扱った。僕は彼が常に自分自身を中心に考える人物だと思ってた。だが誤解だった。彼は友人になった。そして地獄に飛び込んで僕ら全員を救ったんだ。まあそんなわけで、彼に謝れなくても、何か例えば彼を見習うことぐらいなら。君は良いアサシンだ。ああ、クソ。どうも、ずいぶん久しぶり。ガリーナ、驚いたよ。パリで研究所を爆破して以来だな。爆発の中、君は赤ん坊みたいに叫んでた。ビショップに聞いた。オッツォーベルグがいると。彼を殺してあげよう。いいね。さて、見張りを頼めるなら僕は横になって休ませてもらう。休んで。大きな戦いになる。ショーンとレベッカは安全よ。でもエデンの布の発見はあなたにかかった。